おはようございます。ペイです。86日目の朝です。今朝は雪だって言われてたんですけども、冷たい雨が降ってますね。もうこの3日間本当に寒くって、年老いた私の体はもう本当に芯まで冷えてるっていう状態ですね。ナギは昨日少し街中で歩いて、まあちょっとかなり疲れましたね。私たちも疲れました。で、今日は散歩に行くんですけども、ちょっと雨で、まあお昼からぐらいの散歩になると思いますけども、自由にしてもらいたいなと思ってます。ちょっと昨日詰めすぎたっていうのもありますし、私もちょっと疲れましたから、今日はもう自由にお互いに散歩したいなと思ってます。ただ風が強いんですね、外の。なのでもうめっちゃ寒い散歩にまたなりそうですね。ナギのお家での行動はもうかなり上手になりましたね。まあなんか親バカみたいなことを言うようなんですけども、あの一緒に生活しやすくて可愛く寄り添ってくれたりするので、まあ癒されてます、お家ではですね。ただまあ外の環境ではなかなかそういかないので、外でどうするかっていうのがやっぱり課題ですね。まあ、これは外でできるだけ長くいたいんですけれども、一緒に1時間を超えてくると、やっぱりこの年老いた私の体、膝とか腰とかですね、不都合がいろいろ出てきちゃって、まあなかなか外でいるのが難しい。なのでまあ春を待つしかないかなみたいな感じですかね。まあ雨が止んだら今日も散歩に出たいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。凪、その寝方何？めっちゃ長いな。もう人の子供やで、これ。小型犬とか飼ってる人いてはるけど、びっくりすんで、この長さ見たら。4倍ぐらいあるんじゃないの？ 4 倍で聞かんか。めっちゃ長いな。寝てんの。雨やんだで。もうちょっとじゃあ散歩行こうかな、ぎ。風強いで、今日も。またさっぷいで。うわすごいな。でもちょっとなんか厚み出たね、体に。ちょっとガリガリやからよかったね。なんかめっちゃ長いな、もう。布団かけて寝てたら子供が、人の子供がおるって感じやね、これ。まあで布団をかけてみたんですけど、まあ、こんな感じで人の子供ちゃんみたいでしょ。暴れた。せっかく布団かけたのに。今日はすごい風で寒い寒い。画面を通して風の音しか入ってないんじゃないかな。いけるかな。寒いです。ナギはまあそんな全然平気なんでしょうね。相変わらず。ナギおいで。めっちゃ風が強い。めちゃ強いです、本当に。ナギそれなりに、はい、なんか棒くわえてますね。こういうの好きですよね、やっぱり。はい、見せて。はい、よいしょ。あれ、見せてない？はい、離す。そうそう。あ、離すわ。離して。はい、離す。はい、で、お座りは？はい、お座り。そう。行くよ。待てよ。の？待てよ。ゴー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 。はい、持っといで。ナギ持っといで。あの人はね、こういうの絶対持ってこないですよね。はい、ナギ持っといで。持っといで。ナギ。持ってきて。よいしょ。はい、それ。何それ、はい、それ、はい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 、あ、このお酢を、このお酢食べたあかん。なんで食べるの、なんでその2文字行こうみたいな。
今日はめっちゃ寒いんでそろそろ帰ります。本当寒いです。それではまた明日。